みなさんこんにちは。文化財3分ブッキングのお時間です。市谷さん、今日は一体どのような文化財を紹介していただけるんでしょうか。本日は道遊の割戸について紹介します。道遊の割戸一山分の材料はこちらです。金鉱石適量、ダイナマイトそれなりに、山師少々です。それでは早速作っていきましょう。作る？では市川さん、こちらのボウルにまず金鉱石とダイナマイトを入れてください。はい。なんだか物騒だな。市川さん、この時つなぎとして山師も必ず入れてください。やはり山師は重要なんでしょうね。そうですね、金山の発見には欠かせない人たちですからね。すべての材料が入りましたら布巾をかけて暗いところで少し寝かせてください。はい。どのくらいの時間寝かせればいいんでしょうか。およそ400年です。わかりました。400年？はい、400年です。本日は400年経ったものを準備してあります。それがこちらです。うわ、ここは？市川さん、割烹着どうしました？変わってる。気にせず進めてください。じゃあ進めますね。市川さん、ここはですね、高遠公園という場所です。ではあちらをご覧ください。道遊の割戸は佐渡金銀山遺跡の一つで、国の史跡に指定されています。へえ。市川さん、早速説明をお願いします。市川さん、時間が来てしまいました。続きは次回の3分ルッキングで。そんな。道遊の割戸の材料をよく覚えておいてくださいね。はい。それでは次回もお楽しみに。市川さん、前回はこの3つの材料を使って道遊の割戸を作りましたよね。今回はこの3つの材料をキーワードに道遊の割戸を見ていきましょう。でもなんであんな風に山が割れちゃったんですかね。隕石でも落ちたんですかね。隕石説、面白いですね。でも違います。道遊の割戸は人が金を掘った跡なんです。それが分かる場所に行きましょう。はい、せーの。またここは道遊の割戸の真下に来てみました。市川さん、こちらをご覧ください。わあ、遠くからだと山のてっぺんだけが割れているように見えましたけど、近くで見ると本当に山が真っ二つになってるんですね。迫力あるな。今は空洞になっているこの場所に、当時は金を含んだ石、金鉱石が詰まっていたんです。山師と呼ばれる人たちによって発見された金鉱脈は人力によって掘られていき、このように山が真っ二つになってしまったんです。すごい。これ全部人力で掘ったんですか？そうです。道遊の割戸の上部は江戸時代に掘られた跡で、下の空洞は明治時代以降にダイナマイトを使って掘られた跡なんです。山師によってこの場所が発見されたのが1601年と言われているので、この姿になるまでなんとおよそ400年の年月がかかっているんですね。だから400年寝かしたんですね。
市川さん、道遊の割戸が文化財に指定されている理由、分かりましたか？はい。はじめはどうして山が文化財なのかなと思っていたんですが、実物を見たらよく分かりました。ちなみに江戸時代からのおよそ400年間、さまざまな手法で金を掘っていた跡が残っているのはとっても貴重なことなんです。そうなんですね。この光景が見られることはとても貴重なんですね。市川さん、浸ってる間にお時間です。3分って短い。それでは次回も文化財3分ルッキング、お楽しみに。